皆さん、こんにちは。えー、本日はお待たせしました。岡村康幸さん特に今日はサードアルバムの「やすゆき」についてお話ししていきたいと思っております。お付き合いください。さあ、もう前回の動画でもお話ししてるんですけど、この「やすゆき」というアルバム、こうこね、このテストプレスのあ優先向けののがあるんですけど、 レコードがねこれは、まあ、僕は当時 CD で聴いていたわけですね1989年と思いますあのもう名作中の名作と言ってよろしいでしょうまあもちろん家庭教師があの傑作ということそれを分かってますし自分もそういう考え方思いがあります ですけれども特に僕はなんかアイドル的な魅力のあった岡村康之というのがきっかけに好きになっておりますんでまあおそらくこれここを見ていくのが正解なんじゃないのかなというふうに考えておりますので、えー、と少し話を続けていきたいと思っておりますえっ、ー、とねこのアルバムのまずリリースされた時代背景を簡単に振り返ってみましょう1989年です 要は、えー、と平成、いわゆる平成元年ですね、えー、平成元年、まあ、消費税3%導入なんていうのがこれ定着していくタイミングになります、えー、そして、えー、と音,楽音楽を聴くメディアとしてですよねメディアとしてはもうレコードはカセットテープに映っていてそのカセットテープから CD、この CD が ほぼほぼ定着したというのが89年だったように記憶しております当時私は中学2年生ですねで音楽シーン世の中どんな形だったどんな感じが雰囲気だったかというと CD もものすごくなんていうかミュージシャンという CD 自体がすごくトレンドだったんですよそれで CD が流行るそして音楽でいうとバンドブームというのがまあ実際はちょっと落ち着け落ち着きかかってた頃なんですけど バンドブームというのがずっと根付いてましてまあほこてんいかてんですよねもう僕らの友人先輩連中もこぞってバンドをちょっとやなんていうんですかとっぽいやつらってうんですかこぞってバンドをやってまあ聞きに行ったら大変なことになってるっていうまあまあいいか悪いかはお任せしますけどで何回もちょっと体験して。 どう思ったかというと、これなら俺できんじゃねえのっていうのは、当時のミュージシャンとかってより、隣にいる奴らで楽器持ち出した奴見てたら思ったのを記憶してます。まあ、それが僕の中2ぐらいの時、1989年ですね。で、特に、えー、と音楽シーンで言うと、まだまだ重要なメディアだったのは CD とはいえテレビだった気がしてます。で、テレビがどういうタイミングだったかというと、 音楽番組がものすごく減った時期なんです。いわゆる歌のトップ10、ベスト10なんていうのはこぞって終わっていき、夜の一スタジオもですね、終わっていき、ミュージックステーション、一番後発だったミュージックステーションのみが残り、今も存在しているというような感じですね。で、まあこれダイアンでどうなったかというふうになると、CM、ドラマの主題歌、こういったところで、 なんていうんですか15秒のスポット30秒のスポットでドラマであれば1分ちょっと1分前後ぐらいですかでつかめた曲というのがヒット曲になるそういう時代に入っていくタイミングでございましたで岡村康幸さん1989年どんな感じだったかというふうに言うと、まあ、渡辺美里さんの曲提供というところで。 まあ、スマッッシュヒットといいう言い方ですね、えー、としっかり功績を残されてそして本人のアルバムというところがいよいよギア入ってくるそういうタイミングですそしてもれなくこのアルバムの中に収録されております「大好き」という曲があるんですけどもこれもコマーシャルソングに、えー、と適用され適用というかまあまあコマーシャルソングを後で聞いてみるとそれ用に書いたみたいな感じなんですけどもまあ それがししっかりヒットしていく、まあ、僕も初期の岡村康之さんの曲の中ではこれはもう代表曲と言っていいと思います。ひらがなで大好きという曲です。まあそのような背景とそういう時代の中で生まれたこの「やすゆき」というアルバムですね。もう一回レコードでこの安雪というこれ活字入るかな、ね、これ結構レアなんですよ有線放送の人たちに配られたやつで。 こうなってるで簡単に言うとこれで、まあ、放送リクエストしてくれっていうふうにしたあのプレステストプレスですよね。これあの大体の場合超音がいいんですよ。レコードっていうのはこの圧縮して圧をかける型が1枚目からだん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 物理的に低下していくんです。摩耗していくためですよね。でファーストプレスほどより音がいい。 要はは優先向けにに出したレコードが基本的には、まあ、そこでちょっと問題があった場合あの作り直したりもするけどもそういうのを除いてでいうと一番音がいいんですでこれは、えー、っとおそらく私の持ってるデータでは、まあ、僕レコードコレクターなもんですからこの優先放送のテストプレスが作られてるのは1990年2月のリリースまでなはずです。 いろんなレコードを探して、えー、と収集してますけど日本版の優先用というのはそこを機にその後 CD が優先放送に配られるようになりますさあ四段はこの辺にしましょうかいきましょうよ楽泰之泰之の魅力についてお届けしますこれね曲順からまずいきましょうアルバムの曲全部で11曲収録でございますもう全曲捨て曲なしもうなんか喋っててうれしくなりますね えっとね、ベジタブルという1曲目です。もうこれは人によってはですけど、もう女性の岡村康幸さんファンなんて言うんだったら、もうこの可愛い世界観、そして岡村康幸武士1曲目から飛び出すもう夢中になれる曲だと思います。えー、前作のこちらちょっと奥に隠れてますけど、デートという曲が1曲目が19という曲で、でで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 、うん <laughs> もうちょっと言えてないけどそ,そういう衝撃ではなくうなんか高まる衝撃なんですよね一回デートの第一の時はおおい大丈夫ってなるんだけどこの入るんですけどもうこのなんつうかね一曲目の入り方の精度が上がりまくってますつかめますなんかあ失敗したって気持ちにならない これすごいんですよこの1曲目なんかもういろいろ思い出しちゃ、ね、うねうんこの「ベジタブル」っていうタイ,タイトルで犬の歯歯から入る広がりますよねもうイメージがすごいもう色彩感うんまあ聞いても聞いてみてもらいたいと思いますもしあのご存知な方はどこか共感してくれたりしたら嬉しいですでまあまずこの1曲目 ね、うん。はい。もう言っちゃおうか、フレーズ。愛犬ルート散歩すりゃ、ストロベリーパイからスタート。わあ、何言ってるかわからないけど、そこじゃないんです、もう魅力が。これ、すごい掴みですよ。波の、波の発想じゃない。アーティスト。This is artist. すごいもう歌詞の言いたいこともそこか結局そこ始まりでそこかなんですけどうーんいやーすごいうーん素敵では <laughs> 次いきましょうあまあもう,もうこれテンション持つかな俺 <laughs> あの1曲目「ラブ・タンバリン」という曲がありますこれも女僕女性じゃないですけど女性ファンだったらこれやばいっすようーん なんだろう,だろうスイートですスイートなんだけど甘すぎずとろけすぎずそれでいてなんか核があるどんなに熱いとこでも溶けないアイスどんなに甘くても低カロリーなんか,そなんか <laughs> ち,ょちょっと最後のいらないかもしれないすごいの。 もうだどのフレーズ取っていいかわからないけど、まあ、岡村泰之さんこの当時というのはトンネルズネルトン・ベニクジラダンなんていうのの世界観なんか超好きな人っぽいんですよねであの映画とかではもうジャングルジム登ってちょっとこっち来てみそうという、うん、そ,れそこそこ影響受けちゃうんだって多分それ台本とか脚本書いてないやつなんですよ。でもそこ 使っていくぐらいでこの曲 <laughs> なんでこんなこと言ったかというとこの曲の中でもこのバラ持って TV の男たちのように告白タイムを見つけ出したいというフレーズがあるんですこれは若い人全くわかんないかもしれないけど当時にもう本当に一世を封したなんか出会い系番組みたいなのあるんですよネルトン・ベニクジラ団っていうやっぱりトンネルズがねやっていた番組ですけどねさっき言ったか でこの番組がものすごい大ヒットしてて、うん、でこの世界観多分岡村康関さんあの入ったんでしょうね、うん、しっかり引用してるという感じでございますいまあ可愛い,いんですよねもう作ってくる世界観が男が共感できる上にいちいち可愛い <laughs> そんな感じですこれも聞いてみてくださいそれで3曲目どんなことをしてほしいの僕に これも一一転転ししますしますす急にまあプリンスとか聴いてる人には「ーあーあガチャっていうまあ内容は言いません感じなんですけどもうそれも可愛いです、ね、ただし歌詞の世界観というところがやはり安之節が聴いてますもうあと裏声ファルセットでずっと歌い通してサビだけ戻す、まあ、それも あの例の人に同じだろうって言うかもしんないけどそんなこと中学生知らねえからいいんだいいんだ全然いいで康之のこの「安之」とか偉そうに言っちゃってねでも言ってたんです <laughs> ごめんなさいねで康之のこの世界観っていうのがまだ早かった中には <laughs>、うん、だけどあこれこれなんかこの兄貴気持ち悪いみたいな気持ち悪いけどなんかなんかそっちの世界観 興味あるみたいになってくれた曲です、まあ、これがねもうここだけでもう終わってもいいぐらいあの時間数的にでももう始めちゃったからこのテンション後でもう一回作れないから続けますさあ4曲目大好きな曲大好きって曲じゃないけど大好きな曲友人の振りこのバラードやばいっすよ もうこれ子供にわかるラブソングでバラードうーんあーすごいね中2ぐらいってねもう男もクソガキなんですよで女の子は大人なのもうで恋愛相談とかってあるじゃないですかねそういうの好きな女性もいると思いますけど僕なんかもうほんと分かってない感じの 方面でほんとごめんなさいなんですけどでも割とされがちななんかとこあんすよあったんすよでその気持ちめっちゃわかるなんかもう言葉にどうすれば言葉になるのかなってやつがもうジャストですよねこんなになんかいい 尾崎豊さんの曲でも言い当てられた感じあったんだけど岡村康之さんは前の動画でも言ったけど隣にいる感じあとどこにでもいる感じなんだけどこんなに上手に言えないええー、この人のこの歌詞すごいっすたまらないいやて天才すげえって天才じゃないのああそれそれな それれね、なんんか届けてくれたんですよ。しかも音数少ないバラードで、ね、コンサートとかでも本人ピアノ一本でみんなと一緒に歌おうなんてやってたりするんですけどもう頑張って声出しちゃいますもううぜえなと思われてるかもしれない出しちゃうだってもうすごいもう重要な曲だもんで安井樹さんがこの「せい」みたいに言ってくれたら「ふたぶでしょう!」あー。 最高ですもう僕の人生の中でも間違いなく5本の指に入るバラードです友人のふりでしたさあじゃあそして5曲目いきましょう,もうテンションダメ、ね、ついてこないね、うん、ごめんね「バイブル聖書」と書いてバイブルねえこれねの後に及川光弘さんまあ僕及川光弘さんも大好きでなんですけど 及川光弘さんもこれカバーバージョン出してます。もうほぼほぼ完コピですよね。要は完コピなぜそうするかというと、世界観を見失わないためのリスペクトですよ。もう、この曲も言うことなしです。なぜ言うことなしかというところ触れましょう。もう、これね <laughs>。 なんていうかなわけのわからない <laughs> 静寂から語りね君は僕のこと好きだって言うけどさどうして知らねえよ知らねえよというのをずっと数分続くんです背が高いから曲を作るから踊りが上手だからやめろお前,がお前がやめろよすみません <laughs> で僕は君の彼氏になりたいだけなんだ。もうね、あの、一発目にこれ来たら腹立つと思うんですよ。もうファン化してるんで、ああ、ああ、連れてかれるっていう感じ。いやーまあまあこの本編の曲とかもものすごいファンキーで、トリッキーで超かっこいいんです。なんだろうね。 いクインもうテ敵っすもう俺の中で戯曲 <laughs> すげえすげえよもうぜ全部すげえしか言ってないかもしれないけどこのアルバム聞いてない人ねダメっすよ j ポップって言葉あると思ったら、まあミスターチルドレンとかいいですよもう聞いてもらってもああつんくさんもそうですもうこれこれ聞いてなかったら 文脈間違う。これ時代変えてますもん。もうこの、この今、A 面の、レコードは A 面未明なんですけど、まあ CD だと前半ですよね。この前半だけで時代 U に変えてます。平成来ちゃってます。もう昭和置いてった。うるさいね。そんな感じ、もやっと前半終わりました。さあ、今までの5曲振り返ってみましょう。ベジタブル、ラムタンバリン。 どんなことをしてほしいの僕に。友人のふり。バイブル。やばいー、うん、やばい。<laughs> 最高っすね。さあ、まだ6曲も残っております。ちょっともうこれ、休憩するのめんどくさいんで続けちゃいます。お付き合いください。さあ、行きました。これ、中盤、大好き来ました。大好きだけで10分喋れんな。 それちょっと今度作ろういろんなバージョンあるから知らねえよって話かもしれないけどやるぞじゃあまずはいこう導入だ大好き最高です最高多いぞとしょうがねえだろ最高なんだからちょっと言葉が悪かった仕方がないんです最高なんですこれ多分ポップス岡村康之だったらこの曲トップですよ なぜこの年でこのタイミングでこんなにバラエティな曲をかけたのかもう分かりませんすごいうーんこれが CM 曲なんですけどテーマを与えられてこんな曲かけたんだったらうん天才って言っていいと思いますねもう僕当時ああこれとこんな人いるんだったら音楽なんか作れないって思った口ですよ まあだけど隣の同級生とか先輩のバンドとか見てたら「泣けんじゃねえ」なんて思うそ,うそういう不思議なバラエティーに富んだ音楽環境あった時代ですカラオケなんてのも流行りだしてたりカラオケボックスなんていうのも流行してたタイミング始まってましたからいやアナログだったけど当時は面白かったですよまあまあ続けましょう大好きこれねもう曲スタートから終わりまで外れ全くなし そしてあえて強いてここだけって言うんだったら最後の「エビバリセイヘポタイヤ」が意味がわからないでも,真剣,にかもう真剣に考えてでそのなのりとか響きっていうのがこの曲に適切なんです、まあ、桑田バンド桑田佳祐さんサザンオールスターズなんていうのが当時はあの出て一緒に聴いてたんですけど その感じ、あと佐野元春さんの英語を使う感じとは全く違うんですよね。桑田、C って言えば桑田さんかな。なんか、後から歌詞、でも後から歌詞当ててくれてるんですよ、桑田さんって。岡村さん、そんな、そんなチャチいことしません。もう分かんないままいきます。最高っす。本人も多分、今もみんな分かってないもん、多分。<laughs> 違ったらすいません。いやー、すごい。 なんか悩んでない感じする後から当ててないで曲最高インポップスもう大好きはまた今度喋りますじゃあ次行きましょうカモンカモンですよこれうんこれもいい曲いい曲ですけどここまで言った中で言うと不思議なんですけどバイパスの曲です全然あの 全然グッとくる曲ですよでもまあこれは後半に向かうためののバイパスの曲ですなぜかというと本人の中でそれほどポップ感とかっていうのなくう歌詞の中でもなんか今の若いやつらみたいなことの逆版今の年上っやつらには全然わかんねえよっていうところを言いたいくせになんか同時に否定していくみたいな。 ああ指定つか、現代の隣のやつも指定していく,指定していくとか、要は日本はダメだよねみたいなこと言ったり、おめえが帰ろうよみたいなことなんだけど、うん、そういう世界観があって、でも自分が今やってることは超楽しいっていう、外から見たら矛盾っていう。うん、そ,んなそんな感じで聞いてたんです。で分かんなくなっちゃったけど、まあ、この曲はこの辺にしましょう。ね、で、まあ、ボーイズ入ってくる。ねまあでもこの辺は全部バイパスです。 で愛してくれないもんまあねえこれじゃ全部言ってくのもあれだなちょっとしゅあの収録時間めっちゃ長くなっちゃうからちょっとテンションも熱くなりすぎてってでもあるからまあどうしようかなでもどこまでこれしゃべろうかこんなそんなこと言ってる間にあれかあのやってけってことかじゃちょっとなんか挟もうこれあれ あのね当時の時代背景とかっていうところもう一回言うけどこれ安行の,あの発売された俺正確な日時ちょっと忘れちゃったあの日付ね日付これちょっと調べてみようかで調べながらも喋ろうかあの安行が出てたタイミングってさっきのネルトンとかも言ったけどあのあれですよドラマの主題歌本当に売れ出したんですよで ドラマの主題歌、この年はまだだけど、翌年の東京ラブストーリーって翌年だったかな。あのー、ううん、100万枚、200万枚のゾーンに入ってますね。で、その時の前夜みたいな、この人、本当にね、早かったから。本当に早かったの。ちょっと急ごうと思ったら、ちゃんと打てないな。 ほんとにすごかったんだな,なんか熱くなっちゃいましたね <laughs> あこれ出てる出てるこウィキペディアとか見ちゃってで7月の11日だ1989年7月11日作詞作曲編曲プロデュースほとんどの楽器の演奏を岡村康幸本人が手掛けるようになっているスティービー・ワンダーかよ すげえよすげえよすげえようんどれからもう一個どこまで話したっけ B 面か B 面の話か B 面の話かこれ戻るかやっぱ B 面ちょっとコントにしようか <laughs> じゃあのもう最後「バスケットボール」っていう曲ねバスケットボールっていう曲これも僕あの自分があのバンドとかあの歌手活動だった時にカバーしてた曲なんですよでなぜカバーしていたかというとこれもこの曲の,あの歌詞がすごく自分にハマったうん、なんかね子供なのよその恋愛とか,か,か彼氏彼女とかっていうのの,あのなんていうの 内容分かってねえんだよだけどなんか岡村さんも内容分かってねえ感出てるんですよで。とにかく彼氏になりたい人なのこの人 <laughs> だ。とにかく結婚したいとかえどういう結婚生活でどういう付き合いが重要なんじゃないのとか子供ながらに思ってんのになんかポスト欲しがるるのね。それいいなんかそれいいなって分かりやすいなみたいな。<laughs> 他のだと分かりにくいなと ないい人ですまあじゃあまとめましょう、ねあのー、ポップミューアルバムとして「安すというアルバム大傑作だと思いますもしえー、っと平成が始まった時に何枚か聴かなきゃいけない j p o p のアルバムもしくはミュージシャンこれから音楽始めるとかアレンジ始めるなって人にも同じです5枚ぐらい選んでくれって言われたらもう絶対入れます ポップスのアルバムとしては、うん、ここで提案しているもの以上のアルバムが思い浮かばないかもしれない、うん。で、あと、隣にいる天才感、あとちょっとやばい感じ、変態感っていうところなんですけど、ちょっとい避けようと思って言っちゃったね。ちょっとね、変態感の思い込み感とか、貫いたやつすげえ、とか <laughs> いう感じ。あんですよ これ出せる人いますかってことですねもう最近の米津さんであったりいろいろね作品聴いてもちろんすげえなと思ってますけどなんか俺の中ではここまでじゃない不思議ですね若い人はもっと違う聴き方してるかもしれないラッドウィンプスとか出てきた時、まあ、いろいろ考えるともう価値観全員でいいんですけどまあ国をチャンネルですから僕にとってこのアルバムというのは おそらく先ほど言いました5枚あとの4枚聞きたいっていう人ちゃんと届けますからね5枚届けるうちのポップスのアルバムとしては間違いなくもう限りなく囲に近く、えー、と存在しておりますそんな話を今日はお届けてきたことを嬉しく思いますえっ、ー、と昨今ウイルスの問題とかで明るくない自粛ムードーいろんな方々いらっしゃると思いますけども、まあ、こういう日こそ YouTube とかでちょっと調べてみたいとかしてでもいいですしお家の中で眠っている岡村康幸さんの初期特に「康幸っていうアルバム聴いてみて、えー、と僕と一緒に少しこの高まりを共有してみるそんな休日はいかがでしょうかはいじゃあ以上な感じで今日の「えー、と国尾チャンネル」「康幸岡村康幸コーナーでお届けしました良い休日をまたね